最初の K4S の試作車、1737の製造会社による公式写真。小型淡水車、手動球炭、手動逆転機、ピストンビブのボートオイルランプは後にすべて、回収図面流線型の K4S 型 K4S 型は、1914年から1928年まで生産された、ペンシルバニア鉄道の旅客用蒸気機関車である。 車軸配置は4から6から2のパシフィック。アルトゥーナの自社工場とボールドウィンにより、合計425両が製造された。K4S を代替する目的で、K5 型や T1 型が製造されたが、どれも大きく成功せず、PRR の蒸気時代の終焉の1957年まで使用され、ディーゼル機関車が登場するまで旅客列車を牽引した。 K4S 型は十分強力ではなかったので時折、重連やミエレンで運転されたが、この方法は、乗員が、複数必要で経済性が悪かった。PRR は、感染の電化によって解決した。PRR は、世界標準の鉄道として、たびたび扱われ、K4S 型も、また世界標準の機関車と目された。K4S は、 PRR の動力者主任である JT オレスの監修の下で開発された。主任機械技術者であるアルフレッド W ・ギブズと機械技術者アクセル・ボークトが補助した。ボイラーは以前の機種よりも太くなり、飛行士面積も増え55から70フィートに,になった。これにより蒸気発生量が大幅に増えた。最初の試作機は1914年に作られた。 ネジ式の逆転機を備えていた。淡水車は当初小型の 70P-70 70で、わずか7000米国液量ガロンの水と12.5トンの石炭を搭載し、手動給炭であった。カウキャッチャーは木製で、旧式の全焼灯だった。K4S の設計は成功して、他の機関車に影響を与えた。イギリスでは、ロンドンノースイースタン鉄道のナイジェル・グレズリー、 儀式が AHK のボイラーに同様の設計を取り入れた。5400から5474はボールドウィンで生産他のすべては PRR のジュニアータ工場で生産。20号機と5371号機にローラー軸受けが装着された。1939年は5399号機に5436号機にも1940年に ポペット弁が装着された。成績は良好だったが修繕が困難だった。K4S は3750号がペンシルバニア鉄道博物館と1361号がスチームタウン国定史跡で復元されアルトゥーナの鉄道院記念博物館で運行されている。2008年現在、1361号機はスチームタウンの線形庫の一角に保管されている。 また、運転室部分が、シカゴの科学産業博物館内交通ギャラリーに展示されている。ルナーエンサイクロペディア、ザ・ルナ A1&A3 グレズリーパシフィックス。2006年10月27日閲覧。ありがとうございます。